ということで始まりました。はい、お疲れ様です、お疲れ様です。いや、お疲れ様です。じゃあ今からさっきなんかファミリーマートで偉そうに、はい、いやなんかさ、自殺ちんじゃないですか。じゃあ自殺ないですか。ちっこない自殺ちっこないですか。ちっこないですか。ちょっとサイズ間違えてはんのかなと思って。じゃあもうなんかこう、これ昔から持ってんね。はい、これみんな知ってるかな。初期の T シャツ、初期の T シャツ、当時もんで、後ろも、はい、向こうのガーン入ってる、はい、もう炭みたいな入ってる、炭みたいな入ってる、入ってますね。これな、やちょっと当時がちょっとちっちゃかった。これアッキーさんにもらった。アッキーさん、当時いただきものなんです。当時アッキーさんが作ってくれたやつを、はい、もらったやつをちょっと寝かしとって、はい、もう大事しとって。でも最近暑すぎるやん、はい、暑い。 T シャツがもう逼迫して追いつかへん、洗濯が。洗濯追いつかへん、まあ洗濯尻から乾くけどな。はい、すぐ乾きますね。そう、乾くけど、でも今日はもうこれちょっと着て仕事したいなと。今日結構、はい、おばちゃおばちゃって人がおるところで作業するから、結構宣伝、宣伝になるかなと思って、はい、でこれ着てみたら中さんの宣伝なるんですけどね。そう、宣伝代わりになると思って着てきたらもうなんかちっこいと誰がちっこいって言うて、もうそう言っしゃるんやったらこれね、プレゼントしたいと思います。1名様だけです。忖度なしです。忖度なしで、忖度は一切いたしません。もうね、修正、普段絡んだことがない方でもね、当たる権利は平等に十分ありますね。あります。てかもう今日なんかいっぱい道具積んでガレージ乗ってるから、はい、清滝登らへんもん。登らないです。ブーン言うてるな。軽トラのパワーで大丈夫です。俺のこのスバルサンバトラックな、はい、速いで。わコーナーが見てこれ軽トラの走りちゃうやろ。ちゃいますね。ちょっとタイヤ温めろ。危ない見えてるってや。自転車めっちゃいますね。お、見えても俺寝屋川のカペター言われてる。カペタほんまに知らんやろ。知ってる？カートです。あ、知ってるんや。知ってるんや。ということで、カッペータ君、ここでね、はい、皆さんにお知らせがあります。はい、ガレージから。僕ら。ガレージからお知らせがあります。はい。はい。11月24日。はい。あのね、ちょっとカートの耐久にエントリーしよう。エントリーしてくれる方を募集しています。募集してます。募集してます。はい、ね、はい。エントリー。お待ちしてます。お待ちしてます。初心者 OK みたいな。初心者 OK。服は作業服でいいの？長袖長ズボンで。あ、長袖長ズボンで OK。あとヘルメットとグロッコ。でも冬やから、はい、トレーナーとかジャンパーとか着こ、めっちゃ着こなすの寒いな。でもヒラヒラするもんはあそダメなんで、フードとかああいうのはちょっとトレーナーぐらいやめた方がいいかなっていう感じですね。あと、ツボ捨ててないけど何やろ？ツボ。3時間耐久長いな。3時間、はい。まあ俺一人で、何人かでね。俺一人で3時間走る自信あんで。もう体ボロボロになりますよ。もう寝屋川のカペタ言われてるからな。え、体ボロボロになりますよ。俺あばら太いからな。人の場合あるからな。先生踊れとったもん。わ、はい、こんなあばら見たことないって。マジっすか。ブラックアンペアで言われたもんな。あの気ぃつけんと背中にね、なんかコブみたいなんで行ったりとかね。ギャンしますよ。あー、コブな。カートのシート硬いもんな。硬いです。レカロに変えるわ。レンタルカートなんで、いいじゃん。ただあ、いいじゃん、あかんの。いいじゃん、もう行って乗るだけ。あ、そう、イコールコンディション。もうやめろ、俺です。もうやめろ、俺、やめるんですか。返すだけ。出ましたよ、もう出るって言いましたよ。あ、そう言うときはあれ、エントリーが1万円までで、それがまだだから、どんどん人数でどんどん募集してよ。そうです、勝手に募集してよ、どんどんしよう、はい。それはあなたの、あれですよ、宣伝ですよ。あなたの仕事です、それは。それはあなたの仕事ですよね。あの主催者さんがいてる。ああ、そうか、主催者さんがいてるね、はいはい。あ、でも人数多くなれば多くなるほどですよね。安くなるですよね。はい、もうあれやで言うとけよ、5万円とかやめてや。それはないと思います。俺も生活かかってる。それはないと思います。もう5万円とか言われたらあれやで、奥さんにぬぐるみ作ってもらわなあかんねん。いや、マジでこの前のちょっと俺一瞬ライブやっただけでもあのぬぐるみ作ってほしいってコメントあったで。マジですか。あったよ。多分あの人メルカリでやり取りしてんで、はい、ちょっと作ってもらえるように、ちょっとはい、ちょっとお願いしてみます、言うて、ちょっと忙しい、ちょっとガレージ奥さんも忙しいんで、ちょっとバタバタしてるんで、ね、はい、そんな感じでね、
今だってあれバスケットやってるもんな、バスケット、はい、バスケットボール、バスケットボールと、バスケットボールフラと、え、フラダンスと、あ、フラダンスな、あとフララ、フララ、フラフララ、え、突水素学のあの、三足のわらじ、突水スタイル、そんな言うてない、なんで水素学、水素学、あ、水素学な、三足のわらじで、水素学な、ちょっと忙しくて、お、水素学って、俺、もうてっきり水素の中でなんかやるんや、いや、ちゃいます、全然ちゃうねんな、はい、熱帯魚鑑賞とかそんなんじゃないんで。滑ったな、え、滑りました、滑ったな、滑りました、熱帯魚観察ってさあ、なあ、ほら暑ー、暑いですね今日はな、はい、もうこれ見てくれる、俺が普段絶対買わんようで、はい、買わないようなパンを買ってしまいました、はい、日清の焼きそばパン UFO 大盛り、大盛りを抱えてますもんね、そうやん、食べきれるんですか、食べきれる自信ないよこんなん食べきれる自信ないよ俺基本的にパンは食べへん、はい、基本的に食べへん、あんまり過ぎてないです、ね、やっぱり小麦粉はあかんらしいで、あ、体にやっぱパンやめた方がダイエットできるらしい、あ、でもほらゼロにはできへんやん、はい、言うたとて、はい、だろう、だからもうあんまり食べへんのが一番やん、美味しいですけどねパンね、いやー、なんかおパン美味しいな、このパンめっちゃ美味しいなって思うなんかもう年に数回やで、はい、マジですか、うん、めっちゃ食べますけど、ね、俺昔知ってるかな、岐阜県の鏡ヶ原によう行っとって仕事で、はいはいはい、ワークでよう行っとって鏡ヶ原行った時にデイリーで買うパンはたまになんか美味しいなって思った時はあったけど、なんかコンビニで買うパン、いや、焼きたてパンですか、あ、そうそうそう、いや、コンビニの、うん、だからもうパン全体で、はい、めっちゃ美味しいと思ったのがなかなかない、まあ美味しい食パンあるやん、高級食パン、ありますね、野々神、野々神、はい、野々神の、はい、野々神のパン、野々神も潰れた、いや潰れてないでしょ、潰れたらいい、野々神あんま無理やん、野々神の食パン前もろて、はい、あ、美味しいですよあれ、そう美味しかった、野々神パン美味しかった、ね、うん、なあ、はい、あれはもう焼かずにそのまま食べる、野々神社長友達やねん、え、そうなんですか、ちょっと元の野々神社長、友達やねん、うん、すげえ友達知ってる、あんまりなんかあんまりいいかな、うん、そうでもな、なんかパン、はい、美味しいなって思うの基準はやっぱりもちっとしてる、あ、もちっと、やっぱりパンの美味しい基準、これパン屋さんに届くかな、はい、パンの美味しい基準って絶対もちっとしてる、もちもち、これ大事やな、はい、やっぱもちっとしてる、なんかこうもちもちふわっと、食べとって、うん、もちふわっ、もち、まあ、ふわっとも言えば、もうそれも入れようか、はい、もちもちふわっとしてるパンがやっぱりまず美味しいなって感じる、はい、ところの一つではあるから、そうですね、な、はい、あとは味付け、味付け、やっぱこうメロンパンとか、こう、あ、例えばメロンパンやとしようか、はい、でもなんか砂糖のせすぎず、あ、少なすぎずみたいな、ありますよね、ありますね、あとなんかこう上をこうなんか、うん、こうなんかクッキー風にする、あ、こうやサクッとサクッと、そう、あ、だからもちもちの中にサクッとも入れるとあかんねん、はい、そこサクッととこうもちっとが喧嘩するやろ、あー、ハーモニーがなくなる、だからあかんねん、で僕そのメロンパンのこの周りのサクッとしてるのの中のふわっとは好きですけど、あー、ふわっと、あー、サクッとの中にふわっとが入ってる、そう、うん、あれも結構好きですけど、メロンパンなかなか買えへんけど、買わないですか、月1回も買わない、月、まあ、月1回買わない、全然買わへんのに語ってるわけですね、じゃあ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 、あなんだ、あなんだ、あなんだ、しょっちゅうしょっちゅう、あおいちゃんパパが食うとったら何のパンが美味しいかなんかな、麻痺すんねんって、お前たまに食べるから、あ、これ美味しいなとか、あ、これ、あ、まあまあ美味しいなとかなんで、まあ、確かになんで、そう、はい、だから、そういうとこじゃん、パンもな、あんまり食べない、もうパンはもうええわ、まだ食べる前ですけどね、もうええわ、でもこれからって俺食べる気ゼロやからなどうしようかなって悩んでる、まあ、とりあえず買ったから食べようか、食べますか、はい、ほんでガレージもオイルのとかがもうええよ、はい、オイルのとか、まだまだいけるまだまだいける、まだまだいける、純正、やっぱこれからやっぱ純正、純正にちょっと一度立ち戻って、立ち戻って、はい、なやっぱ原点や、純正やな、はい、原点、純正、そう、ま
まあ、これ UFO の焼きそば、まあ、ようこんなパン作ったな、これ。でも UFO、やっぱりでもね、こうインスタントの、開けますか、いけますか。いや、ああ、やこれ UFO の匂いするわ。めっちゃしますね。UFO の匂いするわ、これ。もう、やばいですね。いや、俺、偽物かなと思ったけど、これ、本物の UFO 入れとるな。UFO、ね、UFO 入れとるな。はい、UFO 入れて、ほんでマヨネーズもかけたらマヨビームもしてるな、これ。マヨビームってどこでしたっけ。え、マヨビーム、あれ、イペちゃんやろ。イペちゃん、イペちゃんやろ。パクってますやん。これマヨネーズ入れて挟んで、こんな感じで、はい、これなんか汚いな。ほんで、パンがぬらぬらしてる、これ。これやばいですね、油感が。油が旬で美味しい、はい、あ、UFO の油が、 UFO の油が旬で美味しい、はい。な、見た？俺の一口これやで。いや、だって顎が外れるからな。焼きそば、焼きそばなんか1ミリぐらいしか入ってなかった。焼きそば1ミリも入ってない。1ミリ入ってないですか。じゃあ、俺昔から言うやろ、はい、パン食べるのめっちゃ時間かかんねん。時間かかりますね。あの、顎が外れるから大きく口開けられへんねん。だから真ん中の辺どうやって食べるんですか、これ。だから、じゃあ、だからこう食べたやろ。まず、真ん中食べてないやろ。あ、食べてないですよ。真ん中ガーブっていかれへんねん。端っこ食べて、真ん中を。端っこで、はい。あ、ちょっと行きましたね、焼きそば。うん。どうですか、UFO ですか。多分 UFO やな。多分なんですか。多分 UFO。こんだけ UFO って書いとって、多分 UFO なんです。俺別に日清のあれやで、宣伝したいんちゃうで。完全に日清の宣伝、日清の受注にハマってるやん、俺ら。ハマってますね。いや、これ、だってこのね、UFO の匂い嗅いだらね、食べたなりますもんね。あるで、あ、この匂いはある、食欲がある。俺な、この前お塩行ってん、お昼。はい、お塩行ってん、お塩で横のおっちゃんがな、中華飯と餃子食べとったん。はい、はい、そう、もう中華飯もう俺店員さんに言うたもんな、隣のおっさん聞こえる、僕もって言うたから。僕も中華飯と餃子って、ほんなおっさんがちょっとニヤッとした。いやと伝染したなみたいな。そう、伝染したな、そうそう、うん、伝染したな。ほんで俺が食べとったら、こうカウンターがこう L 字やん。ああ、この L 字のここに座ったおっさんかな。あ、中華飯。俺ニヤッとしたもん。伝染したな、かかったな。あれですね、王将の作戦にハマってますね。だからあのおっさんは多分桜かもしれん、王将の。あ、こっち初めて食べてた人。ほんまに。だからほんまにあるもん、カレーでうどん食べとったら、カレーうどん食べたらあるもんな。なりますね。わかります、それ。あー、怖いよ。よいしょ。あ、奈良ガソリン安く感じ。そんなことある。いや、僕入れてるとこもっと安いですね。あ、そう。はい。僕、今、133円で入れてる。どこで？右折です。あ、軽油なんでね。あ、終わりまだ、はい、びっくりした。133円。どこ？もう軽油なの。はい。でも軽油やばいっすよ。会社でこう従業員、はい、富士グループ、はい、従業員だけ持ってるカードがある。こうガソリン入れるカード。まあガソリンカードで、ガソリンカード、そうですね、はい、だいたい100、155円。あ、でも安いっすよね。いや安いっすよね。安いやろ。へぇ、来る？うち来る？いや、今のところにでもう頑張ります、僕今のところは。はい、あ、そう。じゃあ、ガソリン155円に入れるカード持ってる。155円は魅力的ですね。魅力的やろ。魅力的ですね。あ、ほんなら155円のカードで、はい、使って158円で入れさせたのか。これ3円儲けるっていう感じ。そう、リサヤをなんでプラス上位だよね。それいいんですか。それってあかんのかな。あかんでしょ。あかんくなくない。あかんくな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 い。あ、そう、どっちかわかんないですけども。うん、じゃあやめとくわ。やめときましょう。これやっぱ坂道ちょっと厳しそうです。全然厳しくないよ。厳しくないですか。これ前回これ見て、焼きそばぎっしりハマってんだよ。あ、すげえ。これ大盛りですね。これなんかもう銅線みたいになってるよ、これ。こんなケーブルあるような。あります、あります。あるような。これだいぶあの、これあれ性能のいい。これゴマキのケーブルですね。ゴマキの弟が盗んだ銅線より太いじゃん、これ。あったな、それ。ありましたね。うん、もう、銅線見たらお金に見える。うん、もう俺ら今あれやもんな。
はい、もう草とかな、はい、見たらお金見えるもんな。お金に見えるもんな。草刈り屋ってほんまは、はい、あの毎週毎週行くような契約したらあかんと思う。毎週行ってるやん、はい、毎週行かなあかんやん、はい、草刈り屋な、ああいうなあかんわ。あかんすか。あかんすか。毎週行かなあかんやん。まあまあ俺らの自由がないやん、ね、自由はなくなります。やっぱり自由な時に行くようなスタイルじゃない、はい。でも毎週行かへんかったら1日でざっともう1日中こうガッと1日でやらんとダメですよね。はいはい、うん、あの仕事助かってるわ。ですね、うん、でもほんまに助かって、ありがとうございます。よくしていただいてありがたいですよ。もうゆうちゃんは庭解体も、庭解体、庭解体もな、はい、させてもらって、ああやりましたね。はい、あれからどうなったかちょっと見に行かなかった。その後見に行かなかった、はい、ちゃんとコンクリートバキバキって割れてるかもしれない。ちゃんとなってるかっていう、ね、うん、バキバキ、はい、どこまでもうちゃんとなってるか、ね、工事不良なんていうの、施工不良、施工不良ないか、施工不良、ちょっと見に行かなかった。いや、あの上だって車入れてはるんですよね。入れるとは聞いたけど、ほんま入れてくるかどうかはちょっと定く。でも車入れたらちょっと心配ではありますよね、割れへんかね。長時間置いてたらやっぱりずっと重さ、重力かかってるタイヤの部分とか。みんなさん、あれ計算してコンクリートとか練ったんじゃん。でやってるはずなんですけど、絶対やってない、心配ではでも静まりになんかこんな鉄みたいに入れとったよ、はい、いろいろ、はい、ラサミ入れて、はい、めっちゃ音とったね。めっちゃね、左から来てギューン行きましたね。もうな、これ思うね、安全は、はい、もうな、やっぱり速度ですね、速度を出さない、はい、無駄にや、あんなビンが走っとったら、でも煽られとった方も、うん、確実に左入れんねやから、うん、左寄ったらいいんちゃうかなって。煽られとった人ももしかしたら俺が遅いから右走ってるのか、あ、分からんけど、で戻るんはできましたね。戻る、うん、俺あれやね、1日、まあ、走ってる時間の、はい、もう 90% は左やで。ああでも僕も左が多いですね。だからもう 右走るとアクセル踏まなあかんやん、はい、もうガソリンブッチューってやるやん、はい、もうなブーって追い越しとかかけるやん、はい、もうガソリンブッチュー流れてるから、お金ポロ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 って、そう、もうお金を垂れ流しろのお前で、ね、ほんま昔俺あれもあのおばあん言うとったもん、もうそんな私も水の雫がお金に見える言ってもうちゃんと閉めてって言うから、閉めてるやんって言って、はい、もうポタポタ落ちてるやんって言って、もうあの仕組みがおばちゃんお金に見える言って言われたら、ほんまやお金に見えてきたって、うん、もうそんなアクセル踏めないですよね。まあもうお金に、まあ俺のこのアクセルワーク、はい、めっちゃ静かな、めっちゃめっちゃ やばいです、優しいやろ、優しいです、カーボンニュートラル、カーボンニュートラル仕上げた、じわっじわっ後ろに、あ後ろにダイハツのハイゼットや、ハイゼット煽られてる俺、あーほんまや、ハイゼットや、しかも同レベルの機種やで、機種で車で、あれですね、これ何もないけど、何もついてないけど、はい、何もついてない言うな、大丈夫、でもね、これね、このサンバトラック、うん、エアコンの効きがね、半端ない、寒いぐらい効くよくぞ言う寒いぐらい効く、これ、ほんまによくぞ言うた、やばいっすよね、これはほんまに効く、やばいっすよね、やっぱり昔、やっぱり飛行機作っとっただけあって、ね、いろんな力学で、これ作ったやつ、これ、クーラー。これはやばいですよ。これ、マジでクーラーだけはめっちゃ効く。もうあんまり効かへんかったら、ちょっと効くように、うん、なんかちょっと、なんかやりましょうよって言おうかなと思ってたんですけど、全然めっちゃ効きますね、これね。ガチ効き。めっちゃ効くだろ。やばい、寒くなってきましょう。長袖着てんのにちょっと寒い。そうやろ。俺も汗ももう悪いです。あんなに汗、シュートったのに、もう乾いてきた。あ、やばいですよ。もう乾いてますよ。こんな感じかな。めっちゃええやろ、これ。いや、意外と軽トラめっちゃいいね。あ、ね、ちなみにやけど、もう軽トラ販売なくなるらしいで。え、軽トラってなくなるんですか？10月頃からもう、これダイハツで作る、はい、軽トラが、あの、なんかラインナップがなくなるらしい。ダイハツのハイゼットがなくなる？そう、ハイゼットがなくなるねん。いや、この軽トラ絶対農家のおっさんやな。あのシートめっちゃええやん。ねえ。ハイゼット。あれ、買いちょっとパッセンジャーちゃんとハザードつけてよ。買います？あれ。シート、あれめっちゃええな、あれ多分3万ぐらいするんじゃん。そんなするんですか？やめとった感じ。1万ちょいぐらいじゃないですか。そんなんか、あのサイズやった、あのサイズやった、多分。そうそう、なんかあの今
YouTube で、はい、なんかあの車関係の人とか、あ、そうダイハツのなんかその代理店やってるお店、代理店で言うんかな、知らんけど、はい、やってる人がもう10月からは軽トラ買えませんって雇ったで。へー、ほんならキャリーしかなくなる。鈴木とかだから、なんか鈴木しかなくなる。なんか後方からの衝突とか、はい、なんか後方カメラとか、もういろんなそのなんかが基準を満たされへんっていうことですかもしれんで、もう軽トラの販売もうラインナップがなくなるので、軽トラ欲しい人は今のうちもう買ってください。買った方がいいです。アメリカでも人気やのにね。そう。軽トラ。もしかして軽トラ売るたびにあれかな、在庫ちょっと抱えすぎたから売るたびにちょっとあの嘘の話してる。任天堂みたいな。あ、たまごっち。あのないないない。たまごっちやろ。たまごっちもそうですけど、あのスイッチとかもそうでしたよね。そうやって。スイッチってもしかしてたまごっちがバグったんじゃない？ちチーって売れるね。って多分会議で任天堂スイッチ作るときどんな名前する？ああ、任天堂たまごっち、たまごっち、たまごっち、ちょっと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 あスイッチ、あチーって絶対売れるよなみたいな感じ。はいはいはい。ほんでスイッチだったよ。ああ、これバンダイに怒られるってこれバレた。怒られますね。バンダイ怒られる。バンダイなたまごっちがめっちゃなんか売り切れて全然なかった時あるやん。ありましたね。あん時俺ら子供の時です。そうやろ、はい、あん時よたまごっち俺らめっちゃ運んどったで。あ、そうなんですか。運んどった運んどった。もうたまごっちとかめっちゃ運んどったで、はい、僕あれあん時ね、うん、サークル系の抽選で当たってね持ってたんですよ。抽選何名様みたいなやつで当たってね。ちょっと待って、僕らが子供の時ってタバコちゃん流行っとった？流行ってました。え、何歳？僕42です。ほら俺と11違うんか。11、はい。笑えるでしょ、うん、まあ、めっちゃ運んどったねって言ってもあれトラック万歳は運んだよね。あー、その中に入ってたよって。やっぱりあの、うん、バンダイのおもちゃとか運んどったから。バンダイしたっけ忘れた。まあいろいろねトラックもね経験してきましたよ。ほんまにもうガレージなんか想像つかへんと思うけど。想像つかんですね。もう大型のタンカー一艘分ぐらいは、いやコンテナいっぱい積んでるやん。はい、あってなんかいっぱい、はい、いっぱい積んでますよね。なんかいっぱい、はい、横にロゴ書いたコンテナあるやん。ありますね。アディダス、はい、書いてるやん横に。書いてますね。なんかナイキとか、はい、ネルトン、ピンクの、ピンク色のやつもある。ピンク色のやつもあるやんか。ピンク色のあれなんていうやつ、ワンって書いてワンズ、ワンズとかあんなの言うたら、もう言うたらもう何台分ぐらい積んでるかな。うん、でも相当量運んではるでしょ。うん、なあ、うん、トン数で言うたらな考えれないですよね、ちょっとね、考えないですね。うん、でもね、みんな物流ね、物流ね、ほんま、もうドライバーさんのおかげでね、僕らこうやって焼きそばパンも食べてます。いや、ほんまですよね。うん、これ焼きそばパン工場ってどんな感じで作ってんのかな。なんかな、とりあえず、あれちゃいます、あの UFO 買ってきてこう、お湯入れて。え、買ってくんの？やってるんちゃう。めんどくさ。で、こう、お箸で混ぜてパン切って、マジで入れてパッキングしてるんでしょう。なんか全然カーボンニュートラルちゃうな。あ、なんかな、その、はい、でも俺は日本では絶対ないと思うんだけど、なんかたまに中国の工場の LINE の動画出てくるやん。ありますよね。なんか椅子に座って、はい、なんかもうバーンバーン、はい、なんかめっちゃ適当なやつですよね。なんかバーンって言って、はい、やってなんかバーン適当なやつ。そんなんなんかなと思って。俺職員工場であんまり入ったことなくて。あー、そう、だからなんかどうなんかな。食品工場、まあまあみんな日本は僕入ったことありますけど、あの真面目にめっちゃやってるんですけど、中国はどうなんですかね。だってやっぱりあんなんですかね。なんか中国か韓国か知らんけど、もうヘッドホンをつけて音楽聴きながら車作ってたりするやん。車工場でも、はい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 、やんか、はい、なんか僕は車におったことあるんですけど、うちボルボの、うん、内張りを剥がしたら、中から、外国の、あの、飴の包み紙出るようなな、そういうとこやねん。内張りだから絶対そういうとこやねんってな。だからな、あ、だから向こうの製品ってな、ちょっと経営してまうねんって、はい、日本人って、うん、そういうとこやねん。だから、俺工場勤めとったやんか、はい、工場勤めとったらな、もう向こう、中国人の人多いねん、うん、
中国人多いよ、めっちゃもう8割、9割ぐらい、はい、工場って結構多いですよね、中国人の人だね、まあ、はい、喋っとったらな、全然普通にええ人やねんね、喋ってたらな、うん、ただやっぱ仕事中な、イヤホンつけてな、あでもサンダルでな、もう検品しながら箱に入れていかなあかんやん、はい、まあ、工場ラインがこう出てくるやんか、はい、ま、ライン出てきてある程度見て入れるやんか、うん、もうなチェック、もうな、まあ、出てきたシールがチェックとかしてるかどうか俺にはしてないように見えるんだけど、バン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 積み上げてポイバンバンバンポイポイって入れてしてんねん、やってる風ですか、まあ俺には分からんけど、うん、もうなイヤホンとかしてる時点でも俺の中ではもうないわ、あ工場ってな機械が動いてるから、はい、例えばな、あ和田さんとか呼んでもな聞こえへんから全然すんもせんやん、騒音がね、和田さんって言ってた、はい、あ呼んだみたいな感じやんか、はい、それをなヘッドホンつけとったらな余計聞こえへんやんかですね、やんか、はい、そんな状況でなもうな、もう俺仕事とか変わらない、間違いないですね、もうなんかもう、うん、ほんでなもう言うたこう中国の人がな、中国人の人がなイヤホンつけて仕事してて、ほんでなこう日本人の子とか入ってきて、はい、なほんでもうヘッドホンこうつけてた真似してな、やっぱ部長とかはなヘッドホンあかんでですね、あかん、うん、ほんでヘッドホン、ほんで若い子はなえダメなんですかとか、ちょっと眠気覚まし音楽聴いてるんです、いや夜に寝ろよっていう話やっか、ね、やっかなですね、で間違いないですね、ほんで分かった、もうちょっと会議で決めようと、あなったんや、会議で決めようとなって、ほんでな俺は会議出てないで、はい、ほんでそういう工場の人らかな、うんうん、ほんで部長と社長とこう会議が始まったんで、俺行ってないけど、はい、これ事務所のおじゃんぎりで、ほんでなそのイヤホンで、はい、そのイヤホンして仕事していいかどうかと会議したときに、まあその若い子らはな、うん、そのやっぱり眠たいし眠気を覚め眠気覚ましにやっぱり音楽聴きながら仕事がしたい、うん、じゃあいやもう仕事工場もいろんな機械が動いてな、もうなかなか聞こえへんにくいのにな言って、うん、イヤホンとかしたらなかなか余計聞こえへんになるやん、危ないですね、危ないな、うん、いやとは言う、はい、社長でも結局最後決めるは社長やんかですね、ほんなら社長がな分かった分かっちゃったんですか、もう分かっちゃったよな分かったって言うから分かったよな、はい、分かったって言って、いやもう別につけていいやんってじゃあマジですかそっちなんやだってそっちなんやでもうなんかえー、ってなるやんね、もう部長もえー、ってなってたし分かったもうイヤホンつけていいことにしよういいやん、なんかあかんことある、だって眠たいんやろとか言って言ってえー、ってなるやんね、ほんで、うん、ほんで部長らがああもうええやったらええんちゃうってなって結局最後決めるそれ言われへんもんね、結局最後決めるはやっぱり社長やから、はい、なそれ以上言えないですもんね、もういろいろ面白いこといろいろあったよほんまに、もうなこれもう動画の中で俺何回か言うてるからな、今更言うとかいう話じゃないから、はい、なあれやけど、うん、もうほんまに面白いこといっぱいあったよほんまに、ほんまにいろいろあった、うん、ほんでなやっぱり俺やっぱ特に配達行くやん、はい、配達行った先のリフトマンとやっぱり仲良くなるやん、仲良くなりますよね、なんか、はい、ほんなら、うん、やっぱりこう工場も知ってるやん、工場も知ってるし、こっちの届き先の工場の両方も分かるやんか、ほんなら、あ、工場からバレなかったなと、この工場に入れるにはこの工場専用のパレットが必要やん、はいはいはい、ほんなら、俺が入った当時は、パレット30枚入れてるから持って帰ってきてとか言って、はい、指示があるちゃんと、はい、な、工場な、はいはい、もう事務所からパレットがあるな、ないなって確認してるんやろな、ほんで、あ、もうあの工場に連絡してるからもらってきてって言って、はい、だんだんな、なんかこうたまに指示が なくなったりするねん、ほんでほうほうあ、じゃあ工場パレットなかったなと思って、ほんでリフトマンに言うてな、あ、工場パレットないんですけど今日20枚ぐらい持って帰りますって言うて、聞いてないからあかんよ、あー言ってくれてないですね会社は、そうほんでな、おいやでも次来る時もパレットないですよ、雑パレット来ていいんですか、あかんよってなって、で会社に電話して、あれ今日僕出るときパレットなかったですけどどうするんですか、持って帰るんですか、あ、ごめんもうちょっと持って帰ってくれて持って帰ってきてってなって、ほう、あ、わかりました、そんなの何回かやりとりあるとは、それはまた会社から言ってもらってっていう話ですね、そう一回連絡してもらって、ほんでな、なってくるから、だんだんな
もうパレットはもう言わない確認もせやな、俺が確認するしてくれてるみたいな。あほんででだからこうだんだんなこう、はい、そうやねなんかだんだんもうこう任されて勝手に任されてるっていうか、うん、もう任すわって言ってくれたらいいやんか。もうパレットのことは全部任せるわ、ね、うん、やってねって言われたら、そうやったらあやるやん、うんうんうん、なんかもう出発前にパレットがなかったらパレットがない、はい、でも俺も物忘れがひどいからな、もうなメモちょっと書くねペアって書いてな、はい、パレット20枚とかな書いて、はい、ほんでもうメーターのところに差しとくねん、はい、あのもう忘れるから、はい、もうなんかメモ書いてプンとかちょっと忘れるよ、はい、でこの辺付箋貼っとってもなんか、はい、あれ付箋貼ってるのいっぱいおるやんか、はい、あんなもんなもう付箋が貼ってんのが当たり前になるから分からんようになるやん、はい、ほんでおいワイパーもうメーターとかピュッと刺して、はい、こうなんかメーターやったらこうエンジンかけるときにこうメーター見たりして、はい、あパレットあれやんか忘れやんメモしてな、うん、するやん、はい、でもな分かりますめっちゃ分かります。でもたまにな、たまになこうパレットとかななかったなと、ね、リフトマンになもう最後の方はだんだんリュウトはもうな、もうなかったらもう持って帰るみたいな感じで言うてくるなってくるね、はい、言うたらもうこれどっかに売りに行くとかないやん、絶対ないですよね、こんだけの中になるとな、はい、そういう不正、あもう不正とかせえへんから、うん、もうそれちょっと信用して持ってるし、もう持って帰るみたいな感じでもうな持って帰っていいよとか言ってくれんねん、はい、持って帰ったらな今持って帰ってきても置くとこないのにとかって言うねん、ほんでな今からちょっとな製造止まんねんとか言うねん、それとそれで言ってほしいですね、なんか調整かなんか止まんねん、はい、だから言わんかったのにみたいなことも言われるめっちゃもやっとするやん、はい、俺からしたら分かります、うん、だってな製造が止まるとかそういうの話を俺一切聞けへんからよ、うんうんうん、知らんやん、もうなんかいろいろとストレスたまるもやっとしますね。でもあれやでめっちゃ用意してくれたね、ほんまにほんまにめっちゃもう用意して感謝したいんだけど、もやっとすることはもう何回もあるから、そうな、はい、仕事してるとということで、はい、うち来る、いやこんだけ言うてけえへんの僕は、はい、あそう今のところにしがみつきますあそう、はい、なあもうがみついとって、はい、しがみついてる、やっともう24号通報出た、はい出ました、なあやっと来ましたね、ああ俺奈良の街なあんまりこういろいろブラブラせえへんねんな、でも見とったらなその辺にラーメン屋さんとかあってな、はい、ああ行きたいなと思って、そこ良い家、そこああこれね良い家ってあるやん、はい、あ民家民家良い家分からん、えこれこれ家具屋ですよ、えラーメン屋の家具屋ですよ俺的いや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 鍵入っていやいやいや ラーメン調子麺くださいとか言って、ややこしくないあの看板山岡屋みたいやんか、赤色の看板で、赤色の看板で白文字があんたそれっぽくラーメン屋っぽく今だから僕えってなってめっちゃ見ましたもん俺なんか看板だけ見とったねよ、ほんまにラーメン屋だなラーメン屋やなって思ったよあれいつもなんか行って欲しかったけどねラーメン屋と思ってあそこにあれラーメン屋ちゃうかったちゃいますね、あややこしいわ、はい、ほんまややこしいですか、うん、思いっきり家具って書いてましたけどいや看板の作り的には山岡屋っぽいあでもめんどくさ、うん、ちょっと赤い看板に白文字で書かれたらラーメン屋かなっていう感じするやんか先入観すげえ、うん、あほんまそれ先入観やばいですよねほんまそれ、うん先入観でもやっぱミスの元ですからね、うん、僕はよくやってしまうんですけど、そうやね、だからな、はい、あの仕事ができるやつほどミスすんねんね、うん、あんな仕事の段取りがなもう人の倍の、はい、そのさらに倍までいってんねん、うんうん、知らんけどだからなもうなプロゆえの過ちっていう言葉があんねん、はい、プロやから間違えたよなって、ねうん、知らんけど、はあ、うわあそこにダイソーとヒオペットってあるやん、はいヒゴペット、ヒゴペットで昔俺寝屋川のヒゴペットでポメラニアン買ったで、寝屋川にヒゴペットなんかありましたっけ、あってん、寝屋川のヒゴペットあって、な多分分かりにくいと思うけど、はい、あのほらお好み食べに行ったやんか、お好みあのケンさんとあの道ずっとこう向こうの方、はい、あの森口の方に細道ずっと行くの、はい、ずっと貝島の方見ていくね、はい、ほんならな左手にな、今なんかあのなんかピンク色なんかわけの見せてるおかしい。ピンク色なんて2階建ての建物があんねん、はい、そこ昔ヒゴペットあったピンク色そうそうあのバス通りの交差点とかちゃうんですか、うんうんうん
ですよね。寝屋川にこう行く、はい、そう、そこの金子、はい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 、はい、あそこ肥後ペッタ、わかりましたわかりました、あそこ肥後ペッタありましたね、ありました、あったやろ、ペッタさんありました、あそこやな、俺が19、20歳か21かそこらぐらい、はい、まあな、もうお前の前の当時にあのデザイン、はい、ちょっとした SUV や、はい、分かる、 RVR 当時は四駆みたいな、はい、バンパーこうついてなんかバーンやって、はい、あのババさんが乗っとったからな、はい、RVR ガーンやって、それからな、もう言うたら今の SUV みたいなやつを作ってしまったわけ、はい、分かる、 あれ早すぎて、ちょっと早かったです、あれ早すぎて走りも良くてね、俺のエンジン、うん、DGI エンジン、はい、ちょっと分からんけど直噴エンジン、直噴かなんか知らんけど、もうエンジン環境に優しいよ、もうブワーって若いマイクにブワーって高速道路走ったら、ついたらなんかエンジンこけたニュース、はい、なんか何でか知らんけど、うん、いうもう最新の DJI エンジン搭載の RVR 乗っとったわ、懐かしい懐かしい、ね、懐かしい、懐かしい、まあその RVR の後ろはな、ね、犬用のこんなやつ買って、あ、犬乗せる用のね、乗せるマシート買ってな、ありました、ありました、だからやってな、ほんでここにな、ここに寝てな、みたいな、これ分かる、ここに、ここに寝て、こんなやつ、こう、後ろ置いてな、ここで寝てな、とかいろいろ想像して買うやんか、全然、もうずーっとこの辺を入ってくれないですよね、全然入ってくれない、ずーっとそれも分かる、可愛かったわ、ほんでな、RVR、 はい、RVR なんで売ったんやったかな、俺、思い出されへん、RVR、三菱で買ったんよ、はい、今でも覚えてるわ、あそこ、あそこで買ったんよ、あの1号線の、307との交差点の、あのケンタッキーのある交差点、まあ、はい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 、1号線ずっといてな、はいはいはい、あのケンタッキーのある交差点、右曲がったら、はい、多分三菱あんねん、はいはい、あそこで買った、今でも覚えてる、あそこでな、あの金色の、なんかうんこ色のなんか RVR を取って、この絶対誰も買わんやろって、はい、絶対誰も買わんやろって取って。それを買ったんですか、それ、いや、白色買ったよ、あ、白、それも多分、だから前の、グランビア、はい、高かった、グランビア、グランビア、はい、高かった、エルグランドは高かったですね、グランビア乗ってるおっさんおったな、はい、知ってるおっさんねおったな、はい、ほんで当時俺コンビニもやっとったから、ほんでコンビニオーナーでな、グランビア乗ってるおっさんおったんよ、ほんならドア開け閉め自動できるやん、あー今でも当たり前、早かったっすもんね、今からで、うん、な、今では当たり前やけど、当たり前のあのグランビア、はい、当時のグランビアも開け閉めできんねん、はい、ほんなら閉めといて、あー閉めといて閉めといて閉めるから、めっちゃ時間かかるし、あれもう閉めた、初期のやつ、うん、何もせんそう、こんな感じで、まあ、RVR 買って、うん、結構だからな、俺な、もう車貧乏やわ、あーでもね、若い頃が車めっちゃ買った、はい、だってもう先輩に騙されて、先輩に騙されたんが1台目や、ワンダーシビック、ワンダーシビックブン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 って、はい、あれ騙されたん、流
言うてもめっちゃ安かったよ、ね、なんか30万ぐらいやったね、うん、今もだめちゃくちゃ超レアやんな、ね、あの、まあ、黒のな、はい、もう車体がブワーンってもうちょっと車高低くてブワーン長い、はい、ちょっとかっこいい、はい、当時流行っとったよ、はい、うんうん、猫もシャクシオみたいなとこあったやん、はいはい、ほんで俺住めるやつ住んどったから、はい、ほんで何はともあれみたいに、はい、もう今で何はともあれ、そうや住めないからブワーンって入っていくシーンとかあるやんか、はい、知ってる料金しろやん、ありますあんな、はい、俺ら普通にやっとったね、でもあれやで俺は普通にスーッと入っていっとったね、あのブンブンセイガでブンブンセイガ、あの何にあともの友あれ書いてる人、あれ結構、はい、結構忠実に書いてるシーンとかがある、ああそうなあ、うんうん、あーもうシビックな、シビック懐かしい、生えたもんな、うん、マニュアルやってめんどくさかった、マニュアル楽しいじゃないですか、僕今もマニュアルしんどかった、いやもうしんどかった、ほんでもうそれは欲しいっていう子って、ほう当時もう30万で買ったやんか、30万でいいよ、30万でいいですかと思って、あ、総裁さん横横じゃない、横横そうそう、ほんで、ほんでなシビック売って、ほんでデリカ買って、ほうデリカ、ジャンルがまだガラッと変わりましたね、やっぱまだ若いから中古、はい、中古あれ新車じゃなくて、はい、中古でデリカ買って、ヨングブームやったから、あカジェロとかハイラックスサーフとか、はい、ヨングブームやったから、その時代やった、でも俺デリカスターワゴンか、そのやっぱり俺あのパジェロとか、はい、なんやねんパジェロ、はい、どうしようかな、パジェロどうしよう、はい、でもデリカの方がやっぱり荷室が広いやん、はい、ほんでめっちゃでかいですもんね、もう四駆の雑誌が当時めっちゃあって、はい、はいはいはい、なんか四駆の雑誌見て、はい、ほんでな個人、昔個人売買のコーナーがあったんよ、はい、こうちょっと後ろの方まで、ほんなご丁寧に住所と電話番号まで書いてんねん、ご丁寧に書いてました、昔書いてましたよね、昔のなバイクの本とかな、はい、文通のコーナーとかあって、女の子とかな、はい、文通する、はい、文通のコーナーで丁寧に住所まで書いてる、がっつり書いてましたよね昔ね今では考えられへんけど、はい、文通のコーナーとかあって、うん、でまあその文通とかまあいやそれはしてないんだけど、そのデリカを買いたいっていう人に連絡取って、千葉の人やってん、ほう千葉はね、取り込みますか、あ、わかりました、行きますって言うて、行ったんすか、行ったよ、斉藤君と言って、斉藤君と言ったよ、当時俺、バイク便しとって、ほうバイク便しとってな、ほんであの、斉藤君と一緒に行ったよ、ほう斉藤君一緒に行こうか、え、東京行くん、うん、千葉まで行こうや、行こう行くってなって、ほんで、取りに行ったよデリカなんぼやったかな、60万くらいやったかな、ほう安かって、多分40万、50万くらいやったかもしれん、うん、安い、あのもう革命4とのデリカでな、当時のデリカで革命4、もうヘッドライトが革命、はい、四角いやつが4つついてる、はい、ほんでなかっこいいシャモニーってちょっと変えてて、 ほんで2トン上が緑で下が金色、はいはいはい、めっちゃかっこよかった、うん、俺のデリカ、うん、俺のデリカめちゃめちゃかっこよかったよ、流行りましたよねそういうカラーリングもね、あでもな、ね、マニュアル嫌や嫌やって言っとったけど、うん、多分マニュアル買ったわ、あ、デリカもですか、で、ディーゼルやって、バーンってもう煙バーンって出るんだけど、いいっすね、楽しかったよ、ね、めっちゃ楽しかった、ほんでたまらんな、ほんで、斉藤君とな、帰り週末やったから、斉藤君どっか行こうかって言って、ほんでディズニーランド行って、はい、男同士でディズニーランドやで、きっついやろ、今思ったらディズニーランド行ってな、はい、ほんで帰り、豊島園行って、豊島園、はい、豊島園行った、面白かったよ、斉藤君と二人で、斉藤君と男二人で、斉藤君腰悪い、斉藤君腰悪いんだけど、あ行ったよ、うん、面白かったよ、まあ俺の車遍歴は今日はとりあえずこの辺でデリカまででおしまいで、はい、まだもう俺の車遍歴聞きたかったら、まあ、またやりましょう、まだやるか、はい、あのデリカはもう楽しかった、もうよかった、楽しいっすよね、うん、デリカのマニュアルね、なあ、うん、たまにあのデリカ見たら懐かしいなってなるもんな、はい、もう到着ですね、到着ですね、もう到着です、到着